大鳥居三島鴨神社は大阪府高月市にある神社。式内社論社で旧社格は合社。社殿では伊予の大山住神社、伊豆の三島大社と共に33頭と呼ばれたという。また、日本で最初の三島神社としている。ただし17世紀以前は行島大明神と称した。現在の祭神は以下の二柱。 伊予国風土記一文によれば、伊予国家地軍を島に座す第三石神は、またの名を、私の大臣と言い,い、仁徳天皇のお世に、くだらよりと来して、津の国のお島に鎮座していたという。津の国のお島とは、摂津国三島を指すとされ、この記述によれば、大山積神社の祭神は、もともとは、当地の神とされる。なお、この、第三石神は、危機の記す。 大山溝神と別の神格であるという指摘もある。今年ぬ主人は、鴨野氏の氏神とされ、当地に鴨野氏の神出が背景にあるとされる。日本初期、熊代巻には、今年ぬ主人が、八広熊ワニとなって、三島溝くさび耳の娘、三島溝めのもとに通い、生まれた、姫田ったらい鈴姫のが、神武天皇の記載になったと記す。 三島三族三美寺一族の氏神として、当社近くには三族神社が祀られている。創建は不詳。当社はもともと、淀川の川中島に祀られていたといい、社殿では、仁徳天皇が、まむたみを築くにあたって、淀川鎮守の神として、くだらから、千里、祀られたという。その方、氏族は少なびこなの命の光栄である、三島あがた主とする指摘があり、 同説では少なびこなの命と鴨の死の祖神であるかも、竹津の実の命は、同神としている。上記の伊予国風土記一文によると、第三石神はくだらから、摂津国お島に祀られ、ついで、伊予国の大山積神社に遷座したとされる。同文に見える、津の国のお島が当社であれば、 大山住神社が大三島瀬戸に鎮座したのが水戸天皇を2年とされているので当社はこれ以前の創建となる。なお当社では伊豆の三島大社へも当社から御霊が移されたとしている。一方今年の女人が祭人として祀られていることから地義系の貨物市の進出が指摘されている。同説ではすでに 淀川の都選の神として祀られていた、大山積神とことしの主人が合祀されたことで、三島鴨神社の社名が生まれたとしている。国史では、日本三大実録願行8年12月21日上に、摂津国三島神に対して、小6以上から15位下の深海を授けたという記述がある。また、延長5年編産の演技式神明朝には、式会社として、 節津島クシマゲグミ神社の記載があり、その論者とされる。ただし、上記のいずれも他の論者として、高月市赤王子町のカ神社も指摘される。式内者の否定に関して、当社は島上郡の位置、赤王子町のカ神社は、島下郡の位置と見られ、軍域としては、後者のカ神社が有力視される。また、当社が古くは、 幾島大明神と称したことも、当社を否定しない根拠の一つとされている。一方で、伊予国風土器一文で第三席神の別称として、私の神と記すことから、河川から離れた、かの神社はこれに当たらないという指摘もある。いずれにしても、現在も特定には至っていない。当社は、もともとは、淀川の中州である川中島にあったとされる。 しかしながら、慶長三年の淀川堤防集築の際に、現在地に移されたという。現那五年には、高槻藩主、松平家信部から二国が寄進された。明治に入り、近代社格制度では合社に列した。明治四十一年、唐崎神社や天馬社等周辺の神社を合祀した。古くは、 日本初期神代上にある今年の主人が三島溝姫に通ったという故事に基づき三島溝姫を祀る溝食い神社と同日に信仰を行っていたという所在地交通アクセス周辺ありがとうございます